YouTube, hello, hello YouTube, hello YouTube, hello YouTube. Hello friends, it's your Karada, Harada Yuko desu. Thank you for coming back to my channel. ありがとうございます。ちょっと久しぶりのこの弾き語り動画になってしまいますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。あっという間に桜の季節も過ぎて、もうゴールデンウィークも過ぎての時期かな、になると思うんですけれども、最近は Vlog 動画溜まってたVlog 動画を上げたりとか、そういうことが多くて、弾き語り動画っていうのはですね、ちょっと久しぶりになるので緊張してますが、ちょっとやっていきたいなと思います。今回歌うのは、もうすごく古い曲なんですけど、ずっと歌い続けている曲で、私が2019年に、ホールワンマンライブを地元でやった時に、アンコールで歌わせてもらった思い出の曲になります。大きいホールでマイクも使わずアンプラグドで歌った曲になるんですけれども、タイトルは君のまんまでという曲になります。この曲本当に結構前に作って、すごく私がこの曲を歌うたびに思い浮かぶ人がいて、その人は別にライバルってわけじゃないんだけど、ずっとなんか自分が活動している中で意識をしていた人、なんかずっと心の中でその人が出てくるんですね。だからいいのか悪いのかはちょっとさておき、いつもこの曲を歌う時にその人の顔が一瞬ポッと出てきます。でその当時に考えていたことだったりとかがやっぱり正直にこの曲の中に入っているので、まあ、その分思い出しやすいというか思い出しがちかなっていう感じで思っております。もう本当にこれでいいのかな、自分はこのままでいいのかなって思う。で憧れの人とか今輝いている人たちを見ると、自分だけうまくいってないのかなとか、変わらなきゃとか、そういうふうにすごい思いがちなんだけど、でもそうやって考えた時に私がいつも思い浮かぶ言葉、言われた言葉があって、そのままでいいんだよ、がむしゃらなままでいいんだよ、そうやって生きていけばいいんだって直接も言ってもらったし、その人の曲の中でもあるし、それの言葉を結構いつもハッと思い出して、あそうだ、いつも悩んでるけどきっとこれからも悩み続けると思うし、でもそうやって次の道はどう行けばいいかな、何が自分にとって一番いい形かなっていうのをずっと考えながら、これからも生きていくんだろうな、まあ、それでいいんだろうなって思うとちょっとスッと心が楽になったりするので、なんかそういうメッセージがこの曲で皆さんに伝わればいいかなってちょっと思ったりしています。で最近この曲すごい好きなんで、あの CD ないんですかって言ってくれる方がいて、と CD はちょっと今もうないんですけど、 YouTube で弾き語りでやってみようかななんて思ったりして、今日はこの曲をやってみたいと思います。お疲れ。休めばいい。これで
こんな感じで次回も、弾き語り動画何かお届けしていこうと思うので楽しみにしていてください。それではまた。 See you next time. 原田裕子でした。バイバイ。